ぞです。はい、というわけで今回は兵庫県は姫路市鹿間駅から歩いて2、3分、うん、それぐらいかな、3分ぐらいの、うん、もう広々とした、うん、駐車場に来てます。もう広々してんな、確かに。この駐車場が、まあ言うたらショッピングモールの、うん、まあ、駐車場なわけね、うん、安いで、ほら見て、提携店舗ご利用で60分無料、最大料金24時間500円で泊まれる。すー、で、もうみんな多分気づいたやろ、オス城です、うん、本当に、うん見えてるもんな、とんでもない名店街あるぞ、うん、広瀬体育堂ってあれはやってる、あのスポーツショップあるけど、うん、もうその左のあれ見てみ、看板シンシンみたいな、ボロボロやん、分かれへん、うん、何の店なのか。もうここの名店街の今駐車場なわけね、うん、だから提携店舗ご利用で60分無料、見てみこの台数、結構やね、でも結構止まってんな、結構止まってるで、うん、結構広いし、っていうことはこの商店街の利用客多いんじゃないのかと、うん、思いますよね、うん、でもあれやで、あの感じやでそうやな、言ってるように見えんや、うん、商店街自体が、うん、ほぼ廃墟化してしまってると言っても過言じゃない、うん、その中で2店舗か3店舗か分からんけど、まあ、今から行かな分からんけど、うん、やってる店もある、だからほぼ廃墟と化した商店街、うん、視聴者さんからのご依頼で来ました。はい、はじめまして、ジョーさん、こんにちは。気分が沈んだ時もジョーさんの動画を見て元気をもらっています、ありがとうございます。兵庫県姫路市の鹿間に行ってほしい場所があります。そこは鹿間名店街というショッピングモールです。ショッピングモールといっても 9.9割のお店が閉店もう全部やん、9割でいいやん、もう、うん、もうほぼやんほぼやん、廃墟化していて、2、3軒のお店だけが元気に営業されていて、なんか向こうでカラス鳴いてんのがなんかすごい愛し、デカめのカラスやで、あれなんか今から行くのをなんか彷彿とさせる感じあるけどなんとか生き延びている、廃墟商店街ですと、うん、なんとか生き延びている廃墟商店街っていうのはちょっと矛盾してんねん、うんうん、その奥には、ジャスコの廃墟も営業していた当時のまんま残っています。でもジャスコの廃墟はね、ジャスコって基本的にもうイオンに店名が変更されたやん、うん、ジャスコとかサティとかな、うんうん、2016年には、解体され再開発の計画もあったようですが、その計画も途中でストップされ半分だけ、解体されたまま残っています。とても迫力のある廃墟の景色なので、もしよければ行ってみて、動画に残していただけませんか。私もジャスコが営業当時に母とよく買い物に行った記憶が蘇ります。最後ちょっとほんわかするような思い出話をしてくれたけども、うんうん、というわけで今回来ちゃいましたよ、兵庫県姫路市。はい、今からいやでも結構車止まっていくの。そうですよね、 なんでなんやろ、駅から徒歩 2、3分やん、うん、ここに止めてで駐車場安いやん。なるほどね、だからなんかこう通勤とか電車乗ってどっか行くとか。なるほどね、そういう目的のためにも駐車場として人気なんちゃう、うんうんうん、シンプルに立地がいい駐車場、うんうんうん、で駅から近くのこの名店街ですね、うん、行ってみたいと思います。でもすごいな。いやすごいな、うん、だって本当にあれ看板書いてあるやん、その当時の店アルバミサ、めちゃくちゃなんかアルバミサバルサミコスみたいなアルバミサ、なんだ渋いミサやな、リサイクルショップ稲田、あ、稲、やっぱり稲田稲葉やで、大衆中華料理浜崎で、あの奥に学校みたいな、あれなんかな、映画のセットみたいな、あれがジャスコの半分やと思う、うん、あ、そうか、残ってる方の半分ねやと思うねんけど、うん、ちょっとまあ全貌をな、今から行く前にこの辺から移していって、うん、でほらやってる広瀬体育堂スポーツショップかな、うんうん、やってるとこもありつつ、うわー、古春ではいいやん、2台もいる、その当時は1軒やん、だからここにたくさんの人たちが、あ、そういうこと、おお、揺れてる揺れてる、もうやん、パタパタしとる、今日のこの風でこれぐらい行っちゃうか、雨、え、これね、日々の雨風でちょっとずつシートが破れてしまって、こんなに劣化する、風化して、うわ、もう屋根の要素一切ないな。うわ、ここもやん、ブルネード来たんちゃうから、うん、あ、都市像来たんちゃうかアールデコしかましに来て、ここにアールデコっていうなんかがあったやな、うん、だからほとんどの店がやっぱ閉店移転とか、あ、これ危ない危ない、ギリギリや、ほんま揺れてる、わ、キーキーキーってなってるのがなんかめっちゃ哀愁漂ってる、うん、寂しげに、あ、ここのたこ焼きの店閉まっとるわ、開いてそうな、でも雰囲気ぐらい綺麗けどな、綺麗綺麗綺麗、全然綺麗、さっき口コミ見たら9ヶ月前で止まってたから、ああ、じゃあそれはどうなんやろ、うん、うわ、ここももう開いてほしいしまってるわ、何もなくなってんな、うん、でも綺麗、ほんまや、綺麗な、うわ、見てこれ不気味やな、うん、うん、こ
これ電気ももうついとらんし、まあ、もっとな店舗が多くあったら組合がつけるんかもしれんけどな、うん、もうこんだけやってなかったらつける意味ないやろって、うん、思われてるのか分からんけど、うわそれがやばいなこれで向こうにほら見えない、ああれね、あれやジャスコの廃墟、うん、ラスボスのように君臨してるやん、うん、一番奥に俺がジャスコだね、こっちも見ていこうか、うん、プラモゲーム、うわいいなプラモゲーム、エビスプラモデル作ったことある、いやあるっすあるっす、僕結構好きでしたよ、ガンダムとかいろいろあったやん、 え作ったことあるんですか、あるあるある、えできるんですかそんなあんなちまちました作業違う違う違う、子供ってやったやん、いやちゃうやん、ああいうちまちましたの苦手そうやん、いやその当時はやったよ、へえ、オパールリオワゲセモクロガ、わオパールリオってなんかいいな、オパールちゃうやん、それだからオートパーツ見てる単語ほんま好きやな、そこから母なる、いやもうほらそうやん、母体から生まれてるわけやから、温かみを感じるやん、オッパー通入ってるじゃん、ちっちゃいオッパーリオのだからその散髪屋さんかな、うん、知ってる店員さん絶対なおっぱい大きいよ言うてもったそれだけは言わんようにしてたのに、言わんようにしてた、うん、あ一応なあこれ見てやん、この要塞の壁、うまいな、うわすごいな、向こうもほら海鮮系の店あったりとか、さっき看板ってとこかな、ここねえ、うん、別のとこでやってんのかどうなのか、真っ暗やでね、真っ暗ですね、 iPhone では結構綺麗に明るく映ってるけど、うん、でも実際真っ暗、うん、薄暗い、ジャスコシティ名店街、あやっぱだからジャスコがもうどこのシンボルやから、もうジャスコシティにちなんでジャスコシティ名店街みたいな感じだったね、これ多分平成29年12月30日結構経ってんな、もう令和やからな、令和の6年やからな、うん、自転車屋さんや、あーこれね、うん、卸売販売、さっき食そう海鮮見せたな、さっきの、あの裏っぽいもんな、もうハゲ倒してるわこれはもう、うん、ほぼツルツルなってんで、ここなんでなのな、でも雨別に降ってなさいけどな、ここはもうだからそれだけ長い年月が経ってしまったってことやろ、もう、うん、ハゲていくんやな、あ、ここやパーや、ここあるけど、やっとらんな、うん、ここ綺麗な、ここちょっとやってそうやな、あ、ほんまや、ワゲーセモン、ほんまやほんまや、ちょっと綺麗な、なんか絶対おかしいもんな、看板のこの座は手入れされてるな、え頭上注意って、危ないわやっぱだから、コンクリート落下可能性あり、ここもなんか、あ、でもやってない、でもこの段ボールの感じ見たらやってんな、ここ黒川やってる、多分、あ、そう、黒川のやつか、これ、うん、ここはやってない、やっぱ立ち入り口しかない、ああ、ほんまやな、人間立ち入り君にしやってないな、うん、開けた、あっ、あった、あっちからも入り口だったやん、うん、メイン通りかな、じゃあ、うん、一個だけコーヒー飲める店、あと行ってみたいな、やってんな、うん、なんかどうなんだろう、なんかかぶせた、西日本だけ、ほんまや、もともとちゃうあれやったんや、ちゃう、うん、ちゃうやつやったやん、ほんまや、これジャスコのマークやん、そうっすね、うん、見て、看板名、文字店名、なんで消えてんの、なんでなのかな、うん、あ、もうジャスコがないからかな、イオンになったからかな、わざ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 、ここも看板新しい、1月13、最近やん、先月やん、誰か借りに来てんねや、じゃあ借りに来たんかもな、うん、ここ1971年に開業して、うん、2006年まで、うん、やってた、だからこれ2006年からの漫画ってことや、何年前や、え、18年前、18年前、うん、その当時、その前は残っとるわ、うん、18、18、18、こんなありますよ、100均とかあって、うん、いろいろあったんや、なんで反対向いてんのこれ、いや、全然わからん、それえ、ちゃんと残っとるわ、うん、ここからだから、ジャスコやな、そういうことやね、あ、ほんまや、見て、うん、あ、ほんまや、2月20日を持ちましてって書いてある、うん、これなんか哀愁漂ってんな、だから2006年の2月20日にここが閉店したんや、うんうん、で店舗機能はここから南西に1キロ離れた旧四季島紡績姫路工場跡地に1993年に開業したジャスコ姫路リバーシティ店に、うん、まあ、集約されたみたいな、うんうんうん、この近くにだからジャスコできてん、また新しいのできたんや、リバーシティ店1993年にできたってことは
だそこがありながらもここはまあ元気に営業してたけど、そうかそうか、同時にね被ってんもんな、やったけど、まあ結局そっちにやっぱりどん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 客足が取られたんやろな、まあ、そこはもう今イオンになってるから、2011年以降かイオンに変わってたからさ、うんうん、ただ34年間この皆さんの日常を支えたってことやねんな、うん、あだからこれお問い合わせ先がもうジャスコ姫路リバーシティ店になってる、うんうん、いやイオンやばいな、うん、よう聞くなこういう話なんか、うん、やっぱイオンができたことによって人の流れが変わんねん、もうそこに行くからな、うんうんうん、だからやっぱ商店街とかが衰退していったっていうパターンが多いよな、うん、よく聞くほんま、いろんなデパートとかな、うん、釧路とかもそうやったしな、うんうんうん、劣化しとんな、だから奥が解体されてんねん半分だけ、はいはいはい、だから反対側から見たらないんや、うん、ほんまやわ、あ、ほんまやほんまやほんまや、うん、ほんまやな、あ、ほんま途中でやめた、さっき言ったその2016年に、うん、ここの再開発でショッピングモールに新しく切り替えようって、うん、このジャスコも行って解体する予定やってんけど、うん、まあやっぱ営業してる店がポツポツあるやん、はいはいはい、はい、この名店街に、うん、他にもその当時あったやろな、うん、解体を半分進めててんけど、うん、やっぱりこう地主、そこの商店街の店舗の持ち主の地主がまだ営業してるわけやからさ、うん、だから買収があのなかなか進まんかったんやって、あーなるほどね、うちの木が進まんくてみたいな、うん、あとあのジャスコ壊してもうたら、うん、この名店街が全部崩れちゃうから、あーそういう作りだ、かなりでかいやん、多分中でアーケードで屋根で多分ついてるから、多分この名店街自体が崩れちゃうっていう、うん、外からここだけ残してんやろな、うん、まあもう上っ面だけね、うん、屋根で張ってるやん、はぁはぁはぁ、だからこそやっぱ残しておく必要がある、そういうことか、うん、で、こういう状況になった、でももうこれほぼほぼ無敵やな、うん、いや、うん、廃墟やで、これはほぼほぼっていうか、ここの屋根残ってるわ、ほんまや、あ、それはあれかな、あそこのスポーツショップをやってるからやっぱここは息してんのかな、やっぱだから住まなっていうか、建物ってやっぱ人がおらんかったら劣化すんねんな、うん、だから別荘とか持ったとしてももう手入れせへんかって、もういかんくなったらもうそこがどんどん塞れていくの、うん、人がおった方が汚しそうやけど、人ってやっぱ手入れするから、うんうん、建物自体はずっと劣化していくからな、うん、でもそれも年代問題これはもう乗ってないな、元気に営業中やな、ここは、うん、キャッティって歌わなさな、シンシン、やっぱシンシン、あ、やっぱシンシンやったんや、え、めっちゃ値段、ちょっとなんか2052円とか2592円、うん、2円が好きなんだな、いや、その当時の消費税を考えたらなんかちょうどになるみたいな計算やったんちゃう、知らんけど、うん、知らんけどでまとめんなほんま、ほんまいい言葉やからすごいなこれ、うん、なんか博物館みたい、昭和のショーウィンドウ、これおしゃれなんかな、かわいいんじゃないですか、ほらこういうニャンニャンの小判とか、かわいいかな、うん、あれ460円ですね、え、このエプロン結構ペラペラじゃない、ペラペラ、でもすっごい撥水効果あるかもしれない、うん、日本製って書いてあるけどな、うん、やっぱ日本製っていうのが大事だったもんね、その当時、うん、こいつだね、これドナルドダックじゃん、ドナルドダック、ほんま、え、っていうか紙とか新しくない、ドナルドの背中にファスナーあり収納できます、だからカバンになるってことがあったな、そういうの、うん、あ、でもだいぶ値下げしてるわ、やってなさそうやけどな、うん、これじゃなくて嘘つけよ、発泡いや何を想像できんねん、これ見えてんねんて、字だけでいけんの、うん、もう大変やな、それはそれで、え、なになになに、はい、ここがわかるよ、300円、250円、値下げしてんね、うん、その下やねん、え、ます誰やねん、やったほんま地元の何チームや、なんで、どういう意図して書くん、これなんか一回ブレイキングダウンの廊下道あって挨拶したことある、あ、そうですね、うん、だからなんかこう、これ見たらなんかグッてくるわ、うん、え、でもそらそんだけずっと人気をあの獲得してるってことやな、ね、うん、知名度と人気を、うん、そうですね、俺もなんか、あ、こんなん言ったらあかんわ、うん、俺もなんかどっかに落書きとか書いてほしいな、うん、なんかそんなん言ったらあかん、書かれてる可能性もあるもんな、どっかに超ブラグ、いや、でもなんかこう、下に見てそうやん、それなんか、いや、その後に続く言葉によるんじゃないですか、あ、そうやな、うん、これが職業やったわけやもんな、うん、この人、な、武器やったわけやもんな、うん、ヤンチーヤンチーやな、書き主怒っていないかもしれない、うん、コーヒー飲めるんですか、コア販売だけですか、あ、そうなんですね、お茶、お茶
ありがとうございます。元気に営業されてる。うん、ちゃんと、うん。いいお茶っ葉の匂いがしましたね。な、うん。じゃあ香りが、うん。温かみを帯びた。うんうん、なんかやっぱり生きてるって感じだった。うんうん、息吹を感じたな。うん。すいません。はい、あの近く通りかかったもんなんですけど、はい、僕あの YouTube やってて、あ、知ってます、知ってます、あ、知ってます、はい、で、なんかここは元気に営業されてたんで、西成とか、あ、そうです、いらっしゃるんですね、はい、たまに見ます。あ、本当ですか、はい、え、よかったらちょっとお話聞いてもいいですか。社長じゃないんですけど。ああ、全然。え、ここはいつからですか。おじいちゃんの代からなんで、70何年とか。へえ、そうですけど。いや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 、ここは全然じゃないですか。周りはね、まあ、でも天井が落ちてきたりとか。いやね、すごいですよね。向こうの方とかも屋根ないですもんね。そうなんですよ。でもこの前は屋根ちゃんとあるから、綺麗になってて、また残ってくれてるんですよ、こっちだけ。あ、こっちだけたまたま残ったんですかね。へ、なんかまだ張り替えたとかじゃなくて。じゃなくて、じいさんの代で70年前っていうことは、でもここできたの1971年。あとね、本店がもう別の場所にあって、2店舗目がここで。あ、そうなんですか。そうなんですよ。で、家族代々ついて。そうです、そうです。で、社長がお父さんですか。あ、そうです、そうです。あ、で、息子さんですか。はい。え、おいくつですか。僕34。あ、で、僕とほぼ変わんないです。僕32なんで。あ、そうなんですね、はい、もうここと、あとなんかコーヒー屋さんありますよね。で、お茶屋さん。あ、お茶屋さんですね。そうそう、まだやってるのが6店舗ぐらいでもあるんですよ。あ、あるんですか。なんかそこにたこ焼き屋あったんですけども、今日営業しなくて。あ、でも毎日してますよ。あ、そうなんですか。じゃあ今日たまたま休みやったのかな。休みか、お客さん後編から閉めようかっていうぐらいの、ね、感覚でやってるのかな。でもここはやっぱ地域の小学校の頃とか、そう、体操服を扱ってて、ちょうど今絶賛体操服買いに来る時期なんで。あ、そうなんですね。学校の生徒さんとか親御さんが買いに来るみたいな感じなんですね、うんうんうん、野球、がっつり野球ですね。ほぼ野球、水野のたこ焼き店っていう形になってるんで、野球がほぼほぼ多いんですけど、学校の体育館用品やったりとか、サッカーのスパイクとかも取り寄せをして、はい、販売するっていう。もう老舗で、なんかいろんな症状とか写真とかいっぱいあって、水野の社長さんからもらったり。あ、そうなんですか。あ、でも6店舗ぐらいやってるんですね。なんか肉屋さんみたいな、やってそう。肉屋さんも戻ってきました。もともと違うところに行ったんですけど、市場がなくなって、そこに戻ってきて。そこのシンシンさんっていう化粧品会社さんもやってます。予約が入ったら開けてる。あ、だからやっぱりもう昔ながらのお店はそうやってこう、常連さんとか、あとは地域の人だとかに愛されてる店は残って、うん、え、お兄さん子供の頃もガンガンやってたんですか。あ、もう全部やってました。全部やってたんですか。で、その時は近くにリバーシティっていうのが、はい、聞きました。イオンになった。あ、そうです、そうです、はい。そこができてからやっぱりこっちがお客さんが減っていって、ああ、でみんなもう向こうに、向こうに流れていって、お客さん流れていって、で、どんどんやっぱ売り上げが下がっていくから、もう、パソコリポチポチで、ね、それちょっと寂しいですね。そうなんですよ。でもなんかこう、すごいこう、もう、廃墟みたいになってるじゃないですか。だからやっぱ僕らみたいに取材みたいな形で来たりとか。これもあの、水ラウが。あ、そうですよね。来ました。それもあのネット見てたら、社長がインタビュー受けて、社長が出てました。どんなふうなタイトルで出るんですか、見出しで。キングオブシャッター街っていう日本一のシャッター街を決めましょうっていうので。あ、それで日本一になったんですか。いや、良いやん。それ放送見れるのかな、 TVer とかで。なんかで見れるかもしれないですね。でも逆にこう、こんだけシャッター街でもちゃんとこう生きて営業されてるっていうところで、そこになんか僕は今回魅力を感じて来たんですよ、はい、地域密着ですよね。すごいですわ。ありがとうございます。いい、ほんとに。いや、なんか買えるもんないかなと思います。これは何やろ。これなんですか。アンダー。アンダーシャツ。あ、練習とかの下に着るやつですか。そうです。これにしようかな。あ、これええやん。スポーツなんかやってるんですか。いや、僕はボクシングやってたんですけど、もうやめて、ただジム通ったりとかはしてるんで。すぐ硬いですか。いや、これ多分ですけど、あの友達にもらった服のせいです。最後ね、すごい。あ、これ筋肉ちゃいます。それ筋肉やったらやばい、ね、やばい、ムキムキやで。や、確かに。あ、そう言われてみたら、その服ガタよく見えるな。見える、うん、北斗の拳みたいですね。ラオウケンシロウみたいな。あ、ありがとうございます。じゃあこれにします。はい、ありがとうございます。兄さん、ここで何年ぐらいされてるんですか。いや、僕まだ1年ぐらい行って。ああ、そうなんですか。そう、やっていこうかどうかっていうところですね。あ、ところなんですか。結婚されてるんですか。してます、子供も2人を。うわー、いいですね。いいですよ。いや、僕で年齢が近いから気になるやん、うん、してるのかなと思って。まだ僕してないんで。されないんです。
ですよ。いや、いつかはありますけど、今はなんかもう YouTube とかやっててあちこち行ってたら、自由にしてないです。はい、なかなかやっぱ落ち着けないというか、はい、なかなかそれを理解してくれるね、はい、人がおらないと。いや、そうなんですよ。あと子供とか今育てれないですもん、その時あちこち行ってたら。ありがとうございます。突然のにお話聞かせてくれてありがとうございます。なんでもないです。頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります、はい、ありがとうございました。ねえ、なんかオーラってあるな、人って。うんなんか、すごいオーラを醸し出してた。うん、家族な、仲良しやね。これまでなんか優しい気持ちになったわ。うん、でなんか続けてほしいな。うんうん、こっち側は入ってなかったな。ここまだ通ってないですね。ビル多かったやん。ちょっと専門じゃやってたよ。ほんまや、コンビニ買ったやん。パーマ2100円もや、カラー2100円もめっちゃ安いけどな。この当時の値段やな。めっちゃ真っ暗やな。でも携帯で見たらやっぱ明るくしてるけど、現状がもう光差し込まんぐらい黒ずんでしまってんね。多分本来やったらこれ光当たんねやろうな。うんうんうん、いい日差しがね。さっきの中華があって、コーヒーのお茶屋さんがあって、クリーニング、はあ、でも抜け道なんかな。パールクリーニング、9月1日、うん、いつの9月1日なんやろな。めっちゃ近いね。ほんまや、めちゃくちゃ近いわ。10メートル。この看板がやっぱこうレトロやな、うん、この時代ね。うん、上にいい子将棋できるとか。ほんまや。でもなんかここは結構最近までやってたっていう風になんか情報は載ってたけどな。うん、まだ綺麗もんな、比較的、うん、あれはほんまなんか、ね、落書き、どこに落書きするの。うん、書きたがるんすよ、みんな。うわあ、これめっちゃ哀愁漂ってるやん。なんかとアイスコーヒーと、だからタバコの自販店、これ昔の、ほら、うん、すごない。だから値段も昔の値段やで。待って、クソ安い。やばいやばいやばい。200、今なんぼこれ、丸ボロとか赤丸。これ600円級ですよね。マジで、うん、500なんぼ、600円。ああ、だからその当時のタバコ代や。いや、どんどん高なっていくで、税金とか、うん、ほんまに日本税高すぎやろ、ほんま。うん、うわ、ホットモットある。好きやね、ホットモット。食べるんすか、よく。たまにたまに。何弁当。唐揚げ弁当か。うん、唐揚げ、やっぱり、やっぱりそうか。ホットモット食べたいな、うん、でもう一個あんねん、この近くに。そっちはもう完全廃墟化してしまったんかな、うん、商店街があるから、うん、ちょっとそこを覗いて旅しようか。うん、OK です。 OK。 ジョブロック。こっちはまた名前違うんですけど。あ、はい。ここもでも廃墟の商店街。ここも廃墟っす。ちょっと今から見ますわ。この辺配達してるって、うんうん、でよく見てくれてる。うん、入っていこうか。うん、なんか俺手紙もらうんかなと思った。やばいやろ。思わず俺写真撮ったもんな。それ貼っとくわ。スナックばっかそこやってない。やってないな。5万円やって。やっちゃう。昔ながらの。え、でも2回3回4回ついて5万な。え、マジで。マジで2回から4回まとめて5万。え、めっちゃいいね。めっちゃ安いな。集客力さえあればめっちゃいいよ。うん、フリーコンピューターめちゃくちゃ入ってるな。中めちゃくちゃなんかレンガのヨーロッパ調な感じの、うん、おしゃれやで。うんうん、やってんな、この感じは。看板切れし、中電気ついてるな。まあ、こうやってたら買いたいんだけど、なんか良さそうやん。なんか家庭料理出してくれてるな。うん、家庭料理っていうところに俺はもう買えるかのようにも入ってる、うん、すっきゃもんな、家庭料理ほんま嫌いな人俺やろ。真逆は空いてるけど、ちょっとやっぱなんか冬やし、もう風が吹いてきて、この夕暮れ時やから、よりなんかこの商店街がなんか寂しげを、うん、でもなんかやっぱ出会う人、出会う人みんないい人やった、うんうん、あそこがすげえあったかいな。でもしかもの人、ええ人なのかな、うん、って思っちゃうよね、やっぱ思っちゃうよな。登場人物全員いい人やったら、うん、出会う人ら、出会う人ら、うん、というわけで、まあ以上、今回の廃墟商店街でしたけども、はい、ちょっと一回姫路でな、前飯でもなんか食って帰りたいな、うん、せっかく姫路来たからな、うんうん、車でおっちゃんのベンツで、うんうん、おっちゃんのベンツでな、はい、というわけでありがとうございました。また依頼待ってます、はい、やりたいことに